名古屋オートトレンド2015。ポートメッセ名古屋で行われたこのイベント。館内には所狭しと車が並べられ、たくさんの人で賑わっていました。今週も番組でお世話になっているショップにお邪魔しましたよ。さあ、今日は、はい、もうずっと立ってばかり偉いんで座りに行きます、あえて。ね、MIC ね、山崎君、どうぞ、はい、結構いろんなとこ行きますね。そうですね、先週福岡行ってましたからね。あ、もう全国行く、はい、ちょっとどうでもいいけど、うるさいブースだね、ここ。それから、はい、以前ね、あの番組でもらったMIC のキーリング、はい、すごい人気でね、皆さんから欲しい欲しいっていっぱい行きまして、あ、ありがとう、はいはいはい、今日ももらえるかな。もちろん。あら、店内をちょっとじゃあ見せてもらいましょう。はい、はい、MIC さんがまあ内装屋さんでしょ。内装の張り替えでグレースっていうのがシートカバーとかこういう、はい、あ、これシートカバーなんですか。はい、こういうの作ってる。そうなんですよ、以前じゃないですが、こんな柄でしたね。そうです、ね、MIC さんね、はい、今回これにしようか。これにしますか、ね、はい、3つでいいんですか。あ、いや、3つでいいんです。本当にいいの。どうぞどうぞ。あ、ごめんなさい、はい、ヒーリング、これを5名の方にプレゼントします。ありがとうございます。はい、すいません、ありがとうございます。いただきました。こちら橋六のね、結構やってあるやつが、いますけどもね、やる気なさそうだからやめようかね、やる気なさ、ね、柄にもねえよ。柄にも、はい、もう、はい、なんか今日は橋六を、はい、今日これ以前紹介したやつまた別同じですね。アートサロン。最近86のカスタムって多いじゃないですか。はいはい、その中で小林さんとかもね、うん、シェルのってうちはここが違うよっていうのはあるんです。売りは。うーん、86に、うん、見えないぐらい豪華に、で、まあ300キロいずれ出す。300キロ86で。はい。300キロ。はい。ターボついてるね。そうですね。シングルターボ。シングルです。はい、年内に行きますか。ああ、行けますね。でもメーター読みとまた違うからね。そうですね。スピード感で測らないと分かんないよね。うん、オロビットっていう機械で測ります、ね。あ、ちょっと正確なんですか。はい。はい、これ同じような作ってもらうといくらぐらいかかるんですかこれ。1000万。1000万。はい。車両は入れて1000万。はい。で、聞くところによるとこの車よりちょっとランクは下がるんだけどっていうのを作ってるんですか。はい、はい、コンプリートカーで、はい、はい、350万ぐらいで、あ、はい、車両込みですね。込みで350ぐらいで、はい、まあこんな感じに。そうですね、はい、ターボにして、スーパーチャージャーで。スーパーチャージャーで、はいはい、おー、で何馬力ぐらいの。300馬力ぐらいですね。まあ、これで300馬力あれば十分でしょう、うん、はい、でストリート仕様っていうことですね、はい、そうですね、はい、で車検も対応ということで、はい、ぜひ、うん、はい、興味のある方あのねシェルエンジニアリングさんにねあのお問い合わせもしくはインターネット見て350万ぐらいでこれぐらいのねあのデモカーを作れるということなんでぜひご相談ください。はい、お願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。